壁線。壁線は、広島県広島市西区の横川駅から同市、朝北区の秋、亀山駅に至る西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。広島式ネットワークに属す路線の一つで、広島市中心部から大田川右岸を北上し、朝北区、浅南区のニュータウンと、市中心部を結ぶ、都市近郊路線である。 1909年、明治42年に大日本軌道広島支社が、京弁鉄道企画で開業し、改めてや、事業者の変更を経て広浜鉄道が運営していた路線を、1936年、昭和11年に、改正鉄道施設法別表第94号の予定線、広島県広島付近より、掛けを振って、島根県浜田付近に、 イタリル鉄道の一部として国が買収したものであり、国有化時点ですでに電化路線であった。1067ミ、mm、リメートル期間に改め期した時に横川駅旧三滝駅間の線路付け替えが行われ、松原駅が廃止された。大田川放水路の建設に伴い横川駅秋町多場駅間の線路付け替えを行い、実キ路が0.3キロメートル延長。 三宅駅が現在地に移転した。付け替えに関して横川駅壁駅間を廃止し、芸備線経由で下深川駅から壁駅を結ぶ連絡線案が1955年昭和30年2月3日の毎日新聞に掲載された。連絡線案の理由として音量連絡線案が当時は存在していたこと。県路線への付け替えの費用見積もり約3億円より、 芸備線連絡の方が約2億円と安かったこと。当時の横川駅の構造上広島駅への乗り入れができなかったこと。さらには1950年、昭和25年頃の乗客率が97%を超えていたのに対し、1954年、昭和29年には54%に落ち込み、さらには広島県庁移転でさらに落ち込むことが予想され、 ためだが、実現していない。かつては、壁駅から大田川沿いに、さらに北上し、継承地である三段京そばの三段京駅までの、秘伝各館が存在した、1969年、昭和44年開通。また、日本鉄道建設公団により、三段京駅より、さらに北上し、島根県浜田市を目指して、音陽連絡路線である。 今福線としての建設が進められたが、秘伝各館は三段橋までの開通以前から、いわゆる自十三線に挙げられるなど、経営状態がかんばしくなく、1980年、昭和五十五年の国鉄再建法の施行により、今福線の工事は中断された。1八十七年、昭和十二年の国鉄分割民営化で、JR 西日本の路線となった後、 2003年、平成15年12月1日に、壁駅三段橋駅間が廃止された、詳細は後日。なお、同区間内には、1954年、昭和29年の布駅、掛駅開業により、国鉄路線延長が2万キロメートルに達した、地点、壺の楽しい駅間。壺のより500メートルが含まれており、位置を示す記念碑だけが取り残されることとなった。 一方、壁駅からき、亀山駅間は2003年に一旦廃止された区間の一部であるが、廃止前から電化の要望のあった区間であり、2017年、平成29年3月4日に電化の上で再開業した区間である、詳細工術。全区間が、広島市社の管轄であり、IC 乗車カード、愛国家エリアに含まれているとともに、 全駅が JR の旅客営業規則における特定特市内制度の広島市内の駅である。2014年平成26年からラインカラーには大田川沿いを運行し名水百選に選ばれた澄んだ川の水のイメージとして青が路線記号は B が選定されている。2008年平成20年度の輸送密度は 1> 約18,635人、2014年、平成26年度は19,021人に増加している路線データ説の平均通過人員も参照。地方交通線では最高であり、同時に唯一輸送密度が1万人を超えている地方交通線でもある。輸送量等のデータは横川駅壁駅間の数値、壁駅から秋、 亀山駅間に相当する区間を含む、1991年以降は、亀駅以南で運行される全列車が横川駅を越えて山陽本線に乗り入れて広島駅発着で運行されており、一部の列車はさらに広島駅を越えて山陽本線最上方面及びクレ方面へ乗り入れている。全区間を通して運転する列車のほか、平日朝ラッシュ時には、 緑駅、または、梅林駅をり返し、夕方から夜間にかけては、緑駅折り返しの区間列車が設定されている。電化区間の区間列車はかつては、古市橋駅までの運行であったが、1994年8月20日に、緑駅に行き違い施設が新設されたことにより、緑駅まで延長になった。 1996年9月2日には、朝の一部列車がさらに梅林駅まで延長された。日中は1時間に3本、約20分間隔で運行されている。全列車に車掌が乗務しており、ワンマン運転は行われていない。全列車が線内の各駅に停車する普通列車として運行されるが、山陽本線、呉線内は快速運転、または山陽本線、 クレ内は快速運転で、壁線内は普通列車となる列車が存在する。2004年10月16日のダイヤ改正より、夕方に下り広島発壁駅のみ快速、通勤ライナーが運転されていたが、2012年3月17日のダイヤ改正をもって廃止された。もともとは横川駅を起点とする施設だったこともあり、かつては横川駅を起点に運転され、 電流線も横川駅にあった。あとに、駅移転、山陽本線電化などで一部の列車が広島駅に乗り入れるようになり、さらに1991年3月16日から全列車が広島駅に乗り入れるようになった。1987年4月1日時点では、壁発の一番列車は5時台、広島発の終電は22時過ぎで早かった。 横川駅の電流線は留置する電車が廃止された後もしばらく存在していたが、後に撤去され、中国 JR バスの停泊基地とマンションになっている。車両の夜間対白は秋、亀山駅のみで行っている。2017年3月4日の延伸で、それまでの壁駅発着の列車は秋、亀山駅発着に統一された。 貨物列車の運行は1984年に廃止され、現在は旅客のみを扱っている。末期の貨物営業は、電閣間、壁駅以南のみであったが、貨物列車は、ディーゼル機関車、無煙構えは、蒸気機関車が牽引しいた。かつては7軒、茶屋駅と上、八木駅のホームが3両編成までしか対応しておらず、4両編成列車は、 長らくこの二駅で広島側の一両のドアカットを行い、残り三両のみドアを開閉していた。しかし、車掌の取扱い不注意による誤って7軒、茶屋駅、城や義駅で4両目もドアを開けてしまう事故を防止するために2005年10月1日のダイヤ改正から7軒、茶屋駅、壁駅間のすべての駅で広島側の一両のドアカットを行うようになった。 ところが、2007年9月7日に7件茶屋駅において、車掌のミスにより、4両編成の全車両のドアを回避する事故が発生した。JR 西日本は安全対策として、両駅とも4両編成対応工事をすることを発表し、2008年3月15日のダイヤ改正から7件茶屋駅は南に移設された新ホームとなり、また上谷駅もホームが延伸され、 全駅が4両編成対応となり、壁線におけるドアカットは解消された。現存する区間は全列車が電車で運行されている。2003年に廃止された壁駅三段共駅間については全線非電化であったため、全列車が機動車で運行されていた。かつては電化区間内も機動車による運用があったが、同区間の廃止と同時に消滅した。また、 広島駅からゲイビ線に直通する軌動車列車も、一時期存在していた。すべて、下関総合車両所、運用研修センター、広島支所に所属する電車が使用されている。1936年10月13日に、壁駅秋飯室駅間が開通すると、壁に、機関車中泊所が設置され230系、244.260が常駐し、 客車を引いていた。1946年頃より C11 型に変わったが1971年3月25日に無縁化された。壁駅三段橋駅間 46.2km は2003年平成15年12月1日に廃止された。廃止当時は壁駅、家計駅間で1日8往復2時間に1本程度。 だったが、三段橋駅までは5往復で4時間ほど運行されない時間帯があった。むしろ、並行する路線バスの本数がはるかに多かった。毎時1から2本、広電バス、広島交通の2社共同運行。秋飯室駅までは、前期2社の区間便と、中国 JR バスも加わり、2から3本。壁駅三段橋駅間は開業してから、何度か、 廃止議論が起こった区間であった。具体的な動きで初めて表面化したのは、1968年、昭和43年9月の赤字83線の中で、当時開業していた壁駅、掛け駅間を廃止すべきと勧告された。当時の営業係数、100円稼ぐのに必要な費用が赤字83線で廃止された、宇品線が464円に対し、壁駅、 かけ駅間が519円だった。しかし、その時は、地元議会の反対や、当時建設中だった、本郷線、かけ駅三段共駅間の工事名称の建設、さらには、三院島を結ぶ今福線構造もあったため、廃止されず、翌1969年、昭和44年7月に、かけ駅三段共駅間が開業。さらには、1974年、 昭和49年には三段橋駅浜田駅間の建設を開始した。しかし、今福線建設は1980年昭和55年に国鉄再建法成立で工事中断、進捗率もわずかであった。国鉄再建法で壁線は廃止対象になる特定地方交通線ではなく地方交通線とされた。1984年、 昭和59年に、壁線非電化区間は廃止の議論に上ったが、その中で、壁駅川戸駅間に関して電化して存続する案が示された。実際に、同時期に部分電化を行って、部分存続及び非電化区間の廃止が行われた路線に、新潟県の八彦線がある。特定地方交通線を指定するための検討では、全線の旅客輸送密度で考えられたので、 電閣間の乗客数を合わせて平均したことで、廃止基準の4000人を超えていたことや、平行道路の状況が良くなかったこと、また翌年の1985年、昭和60年2月19日に、広島市を含む沿線後市町村が国鉄壁線対策協議会を結成し、反対運動を行ったことで、廃止にはならなかった。1987年、 昭和62年国鉄は、分割民営化され、JR 西日本に移行した。1998年、平成10年に入り、壁線の部分廃止が囁かれていたが、同年9月に JR 西日本が、正式に、壁駅三段共営間の廃止、バス移行の方針を打ち出した。1997年、平成9年当時の終始が、 横川駅壁駅間が収入15億円に対して経費20億円で5億の赤字。壁駅三段共益間が収入1億4000万円に対して経費7億4000万円で6億の赤字。横川駅壁駅間の赤字は好転の見通しがあり、緩和できるが、壁駅三段共益間の赤字は緩和できないとした。もっとも赤字理由には、 今後の加工施設の維持管理費が膨大にかかるからだとするみも存在している。壁線沿線住民は利便性が高まれば利用者は増えると主張し、川戸駅周辺住民による存続復活運動や津波駅の駅名と当時のヒット曲をかけた存続運動、地元役所の出張に壁線を使うなど存続活動が行われた。 JR 西日本は地元の存続運動に応える形で2000年平成12年11月からの104日間と2001年4月からの1年間の2回列車の試験増発を行った。結果乗客が増えたのは土曜日曜日に運転された広島駅からの臨時快速三段共感工号、だけで地元の利用とりわけ JR 西日本が重視していた。 定期利用客はほとんど増えなかった。JR 西日本が設定した、存続の条件、輸送密度800人、日には達せず、廃止が決定した。その後、地元自治体を中心とする、第3セクターへの移行も検討されたが、2002年、平成14年11月22日、壁線対策協議会は、断念を決めた。JR 西日本は、 同年11月29日、廃止届を提出。翌2003年11月30日、廃止となった。廃止後は、広島電鉄、壁駅三段橋駅間、国道191号経由、広島交通、壁駅秋井室駅間、広島県道267号打つ壁線経由、による、代替バスに転換された。鉄道施設、線路跡については、 JR 西日本から広島市、山形郡掛町、戸合地町、つ賀村、佐伯郡幸町。現在、幸町は広島市に編入。掛町、つ賀村、戸合地町は合併しや清田町の各沿線地帯に無償で譲渡され、各自治体は跡地の活用についての検討に入った。一方、廃止後も廃止区間を鉄道として再生しようという動きがあり。 2004年、平成16年1月、住民グループ、大高川流域鉄道再生協会、会長、伊藤みのる、事務局長、山根博氏が結成され、駅舎、線路や踏切などの鉄道施設の撤去に反対する、運動が行われた。同年4月12日、同協会により、大高川鉄道株式会社、2004年4月14日、会社設立登記、 代表取締役社長、山根博史、同年12月に有限会社に、改装が設立され、事業計画を、掛町、戸地町、津賀村、雪町及び、広島市に提出した。事業計画の内容は、第一段階として2004年9月から、秋の観光シーズンや週末に観光鉄道として、運行を、第二段階として、地域鉄道と観光鉄道を両立し、 廃止区間の再生を目指すというものであった。また課題として、1、潤沢な資金の用意、2、鉄道事業の認可申請、3、壁駅及び存続区間への乗り入れに関わる JR 西日本との交渉を挙げていた。しかし住民グループの地域おこし企画程度の内容であり、路線調査や集会などは開催したものの、大口の出資者は全くなかった。 このため協会は、大田川流域鉄道再生基金と称する基金を設立し、地域のテレビ番組やウェブサイト等で募金を呼びかけ、その募金をもとに観光鉄道としての運行再開を目指した。しかし集まった募金は、わずか700万円ほどで、同規模の第三セクターと比較すれば工事費は愚か開業時の運転資金にすら遠く及ばない額であった。 秋大田町議会の中にも、路線の再生に肯定的な意見を持つ議員が数名、いたものの、実現の可能性が著しく低い構想であるため、佐々木製造町長他町幹部やほとんどの町議は、鉄道の再生に否定的な見解を示した。廃線後の譲渡を受けた秋大田町は、同年12月、壁線廃線跡地理活用計画に係る予算が、町議会において可決されたことを受け、 所有者、管理者として安全上線路や旧鉄道施設を放置できないため、線路、枕木の撤去や駅舎解体などを開始、町は2005年、平成17年内には、廃線後全区間の施設撤去と再整備に着手する方針を示した。この結果鉄道の復活が不可能となり、大田川流域鉄道再生協会は、活動を断念、集まった、 支援金の返還を決め、同年5月25日に、伊藤実大田川流域鉄道再生協会会長の名義で、募金、支援金の返還を発した。同月返金作業を終え、同年6月29日、大田川鉄道有限会社は、定期役員総会において、会社解散を決議、大田川流域鉄道再生協会も同7月1日、 会社生産完了後解散することを公表。月内に会社生産欠如を大田川流域鉄道再生協会は解散した。その他、壁線の広島市内の廃線跡の処置については、2006年、平成18年3月に広島市がビジョンを公表している。これに揺れは、川戸駅の先、長井、荒下地区までは電化再生。 それ以外の区間は、道路拡幅用地や自転車道、公園などへの整備が謳われている。また、長い、荒下地区までの区間についても、スケジュールや費用負担などの具体的な言明は、一切なく、現状の再確認にとどまっている。その上で当面は、廃線後にひまわりを植える計画であり、市として、復活関連の事業は、その時のビジョンでは、 当面何も行わないことを事実上明らかにしていた。壁駅三段橋駅間の廃止後、壁駅川戸駅間 1.3km は、広島市と JR の協定の関係でほとんどそのまま残された。壁駅からの線路は、駅北側の国道54号オーバークロス手前で、第三種車止めが設置で、それ以北の線路からは切断された。 切断部分以北の線路の踏切部分については、アスファルトで覆われた。その先の川戸駅三段橋駅間、44.9km は、廃止から1年以上、踏切部分のみ撤去されて路盤など設備はほぼ、現状のまま残っていた。2005年、平成17年に入り、秋大田町内は線路、枕木が一部を除いて、ほぼ全線で撤去され、 駅も一部撤去や路盤から道路への転用が始まっている。三段橋駅跡地は交流施設となっている。掛け駅跡地には体験交流館、架け橋が整備された。広島市内の区間については、壁駅川戸駅間以外は2007年、平成19年度中に線路、枕木が撤去れた。営業再開の対象となった壁駅から空き。 亀山駅までの間 1.6km は路盤を残して施設を一度すべて撤去した上で踏切が再設置され線路やバラストが敷き直された。この区間の延伸、復活の進展に至る過程には地元住民の熱心な電化延伸運動が存在していた住民運動については川戸駅、壁駅川戸駅相当区間電化復活と住民活動も参照。 壁駅川戸駅間は、昭和40年代、1965年から1975年の住宅建設ラッシュの中で、住宅団地が多く造成され、住宅が多く建てられていた。1994年、平成6年夏、壁線の部分廃止が具体化する以前から、川戸駅周辺の亀山地区住民、約6000世帯が、壁駅、 川戸駅間電化促進規制同盟会を結成し、電化延伸運動を開始した。1996年、平成8年9月には、地元自治会を中心に377世帯が加入した、川戸地区まちづくり協議会が旗揚げした。1998年、平成10年9月に、JR 西日本が廃止の意向を明らかにした以降も、 活動は活発に行われていた。2003年、平成15年の部分廃止の時には、廃線は免れなかったものの、壁駅川戸駅間に関しては、JR 西日本と広島市の間で、市から電化延伸の協議があれば応じると確約を取り付けた。ただ、費用については、地元負担を原則にしていたため、 緑駅壁駅間のすれ違い施設を含め30億から40億円かかることで廃線時までには川と駅間電化に関する具体的な動きはなかった。廃線後も広島市と旧が小駅周辺住民による JR 壁線電化延伸等連絡会が月1回開かれた。2008年平成20年9月に壁線活性化調査が国の補助対象に選ばれ、 計画が具体化した。そのことで JR 壁線活性化協議会が設置され、広島市、JR 西日本のほか、バス会社やオブサーバーとして国土交通省が参加した。2009年、平成21年12月には活性化素案に電解延伸を盛り込む意向が明らかになった。2011年、平成23年2月3日、広島市は 壁線で2003年、平成15年に廃止された区間の内壁駅から廃止区間にある川戸駅西方約400メートル付近に設置される予定の新駅までの約2キロメートルを電化して、活させることを明らかにした、一旦廃止されているため、延伸新線として開業。計画では、広島市と国が建設費の大半を負担して、2013年度中の 完成を目指して2011年度中に着工とした。2011年平成23年2月16日には JR 西日本の広島市社長が広島市と早期同意する意向を示した。2011年平成23年2月25日、広島市が新駅を旧荒らした県営住宅アート地に設置し、同地に広島市立朝市民病院を移転。 2014年2月、広島市議会において移転に関する費用を盛り込んだ病院事業会計補正予算案が否決され、病院移転計画については停止されている、周辺を住宅地等として整備する方向で検討を進めていることが明らかになった。新しい終着駅は、旧が小駅より路線を約400メートル延伸し、亀山南の荒下県営住宅跡地に、また、 壁駅と新駅の中間にも別の新駅を設置。路盤は不要な設備を撤去した後で整備するとした。また、運行本数は広島駅壁駅間の本数を確保するとした。2011年平成23年9月7日に JR 西日本の広島支社長は国土交通省が安全面から新線への設置を認めていない踏切を 住民の要望で3カ所復活させるため、同省中国運輸局との調整が必要となったこと、線路など鉄道施設の耐久性の問題などを理由に、同年9月末の最終決定を事実上先送りすることを明らかにした。国土交通省は、踏切道改良促進法に基づき、鉄道の新線建設にあっては原則として、 道路との立体交差化を進めるものとするとの方針から新設鉄道と道路との交点については高架化あるいは地下を指導しているため JR 西日本は踏切の全廃を提案したものの住民が生活道路が遮断され不便と反対広島市も立体交差まで事業化することは困難であったため2012年平成24年に入っても 踏切の扱いをめぐる協議がまとまらなかった。同年1月18日に、広島市はスケジュールに遅れが出ているのを認め、電化延伸工事の2011年度内着工が困難となり、計上した関連予算を次年度の2012年度に繰り越す検討に入り、完成が2013年度中から遅れる可能性が出てきたことを明らかにした。その後、 2012年12月31日に2012年度中に着工2015年平成27年度に運行を開始することを広島市と JR 西日本の間で2013年平成25年1月中旬頃に合意すると報じられ同年2月1日に広島市と JR 西日本との間で合意同月4日に発表した総事業費は 約27億円、国から3分の1の補助を受けて、広島市が負担する。駅舎や路線などは、広島市が整備し所有。JR 西日本は、運行や保線経費を受け持つ。2015年、平成27年3月のダイヤ改正時を開業目標とした。さらに2013年9月。 踏切に関する調整に時間がかかったことから JR 西日本が夏に行う予定であった国土交通省への事業許可申請が遅延した。このため2013年や秋から着手するとされていた古いレールの撤去なども遅れており2015年3月の開業は困難な見通しとなっていることが明らかとなった。開業は1年遅れの2016年3月になる見込みとなった。 その後2013年11月28日に JR 西日本が許可申請を行った。2014年平成26年2月25日 JR 西日本が鉄道事業許可を取得した。しかし広島市による駅建設用地取得の手続きが遅れていることから延伸開業がさらに2017年春に延期すると決まった。地権者ごとに 土地の境界を確定する作業に予定より時間がかかり、予定していた2014年内の用地取得が半年、ずれる見込みで2016年、平成28年のダイヤ改正に間に合わず、さらに次の改正時期まで延期となった。2015年、平成27年2月6日に延伸区間の駅舎の設計がほぼ終了したため、新駅と延伸対応した壁駅のイメージパースを、 発表した。壁駅もホーム改良に合わせて上下線分離駅となり、自由通路を設置する。2016年、平成28年7月8日には、延伸区間に新設する、中間駅、終端駅の駅名が、それぞれ川戸穂町川駅、秋、亀山駅と発表された。同年12月16日には、延伸区間の開業日が2017年。 平成29年3月4日と発表された。2017年3月4日に、壁駅から秋、亀山駅間が延伸開業、一旦廃止された、JR の路線が復活した全国で、初めての事例となった。2013年2月4日付のプレスリリース、JR 壁線の電化延伸についてに記載されている、事業概要は以下の通り、 広島市は JR 壁線活性化協議会での検討内容や市民意見などを踏まえ、2010年2月に JR 壁線活性化連携計画を作成し、ハードソフトの両側面で施策の計画をしている。線路関係では、前述の壁線延伸計画のほかにも以下の計画がされている。便宜上、全列車が乗り入れる山陽本線広島駅。 横川駅間の駅も合わせて記載。壁線内に簡易宅駅は存在しない。廃止区間の駅は公設を参照。内は横川駅起点の営業記録。所在地の自治体名は廃止当時のもの。全駅広島県に所在。掛町、津賀村、戸郷地町は、現、秋太田町、雪町は、現、広島市再帰区の一部。と表示されている駅は、 特定特市内制度における広島市内エリアの駅であった。三段橋駅から先の区間は今福線として1974年に全線で工事に着手した。旧芸北町、現、北広島町、旧金城町、現、浜田市を経て山陰本線に接続するルートで建設された今福は旧金町の集落名の一つが 当初はカフ駅を終点とする計画であった。急線区間の岩見今福カフ間は、太平洋戦争前に着手され、大半のトンネルと橋梁が完成していたが、戦時教室によりレールの敷設ができず、その後の水害で路盤が崩壊してしまった。戦後建設を再開するにあたり、当初はこの急線を手直しして使用することになったが、急勾配や急カーブを理由にこの案は、 破棄されて、上記の浜田駅までの新線ルートとなった経緯が存在する。また、新線建設にあたり、急線の路盤を一部切り崩して、新線の路盤とした区間が存在する。戦後の計画は三段橋浜田間に平均速度、時速1 0 0トル全長約5 4トルの新線を建設することに加え、広島三段橋間も、 同じく急線とは大きく異なるルートを経由する、ほぼ直線的な高規格新線を付設するとで、広島浜田間約 89km、全区間中89%が山岳トンネルという高規格新線を建設し、広島駅で山陽新幹線と直結する主要幹線として、広島浜田間をノンストップ特急列車により約55分で結ぶがだった。 三段橋駅の先では、全長が10キロメートル近い三段橋トンネルが計画されており、四屈港の掘削に着手されていた。しかし国鉄再建法に基づいて1980年に新線建設が凍結されたため、工事は中止された。この時に建設された四屈港は現在中国醸造の焼酎等の保管施設として利用されている。工事凍結後は、 急線の一部のトンネルが道路として使用されていたが、老朽化や行き違いトラブルなどにより現在は閉鎖された。道路に転用されなかったトンネルも立地が非常に危険で到達困難な場所に存在するか、フェンスにより立ち入りが禁止された状態となっている。急線の橋梁には工事が戦時中だったため鉄の節約目的で、 コンクリートアーチ橋がいくつか採用されており、2008年にそのアーチ橋群が土木学会戦勝土木遺産に指定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。